登場人物の名前の決め方。登場人物の名前を決めるのにすごく時間がかかってしまいます。先生はどんな風に名前をつけていますかということです。で、名前の問題は非常に難しいので、日本人名生成記というそういうサイトがあります。これで Google で調べてください。これで検索かけると出てきます。これでいろんな名前が生成されていきますので、でそれでこうらしい名前が出てきたら、まず一つはその何年、例えば10代の子供だったら10代の子供に梅とか熊とかつけませんから、だから何年生まれっていうと何年、昭和何年生まれの赤ちゃんとか、あ、やだな2000何年生まれの赤ちゃんとかっていうような、そういうふうにそういう赤ちゃんの名前をチェックするサイトがあります。それを見て大体こういう名前がだと年齢このぐらいかなっていうのが出てきますので、それをチェックする。それからもう一つ、それに加えてそのこの人名、日本人名前生成記で出てきた名前でこれにしようかなと思ったらとりあえずググってください。で、同姓同名がいないかどうかチェックしてください。で、それで大体大丈夫です。ちなみに鈴木喜一郎というのは、僕の世代ではほとんどおらず、ググってみるもんでございます。ツイッターだと高校生ぐらい、今高校生ぐらいのその鈴木喜一郎君がいるかな、全く同じ名前で。喜び一郎だとどうもゴルフのプロゴルファーにどうも一人いるらしいですけど、